はい、今日は妻と子供とランチに来てます。鶴ヶビュッフェって言ってですね、鶴ヶグループってすごく美味しい北海道で、素敵なホテルグループがあるんですけど喜んでますね。そんなとこに来てます。で、私がビュッフェに来るとですね、いつもですねこんな感じで、見てください、私は嫌いなものもないので全種類ですね食べるようにしてます。はい、全種類食べなきゃいけないので、これをですねあと2往復ぐらい、3往復ぐらいかな、繰り返していきます。食べるときはめちゃめちゃ食べるっていう感じでやっていってますので、そんな形ですね。はい、2週目ですね。2週目で、だいたい多くのこれで料理は全部コンプリートしたかなと思いますので、次3週目、3週目はスイーツですね。それも楽しみに2週目を食べようと思います。はい、3週目ですね。ファスティングをしてやって一番ですね嫌なこと、しんどいことはですね、胃袋が小さくなるっていうことですね。昔はもっともっと食べれたんですけども、今はもうこれでだいぶお腹が満たされてくるようになってしまいました。スイーツもですね、妻が食べたものを半分食べたりとかそういうことをするようになってしまったので、それが唯一ファスティングをして残念かなと思います。はい、あのあとですね最後にパフェを食べて、でコーヒーを飲んでですね、やっと私のビュッフェがランチタイムが終了になりました。お察しの通りですね、お腹いっぱいでございます。これはあまりおすすめしません。はい、以上です。お昼でした。はい、4日目の夜ですね、ランチでですねお腹いっぱい食べ過ぎてしまったので、まだそんなにお腹が空いてませんが、家にさつまいもがあったのでですね、妻にさつまいもチップスを作っていただきました。今日は、のんびりですねオフなのでテレビを見ながら、ゆっくりさつまいもチップスでも食べながら、やっていこうかなと思います。そんな時にですね、飲み物は南アルプス無糖ジンジャーですね、コンビニに売ってました。なんかそんな悪そうなもの入ってないし、まあ、これでどうかなと思ってやってみたら意外と美味しく飲めたので、これもいいかなと思います。妻は、オランジーナですね。オランジーナ、まあ、僕もちょっといただこうかなと思いますが、普通にこういうのもたまに飲んだりします。そしてシミチョココーンですね、妻のリクエスト、これでよかった、チョコを買ってこいとの命だったので、たまにこんなのも実際食べたりしてます。はい、また明日お楽しみに。はい、昨日は食べ過ぎてちょっとお疲れモードですので、いつぞやの冷凍チャーハンとお味噌汁、2日前3日前ぐらいのお味噌汁ですね、そんなのを取っていこうと思います。食べ過ぎるとやっぱり消化にエネルギーが使えますので、体は疲れてしまいますから、食べ過ぎやっぱり注意だなと改めて実感しました。はい、夜行きましょう。はい、今日はですねお惣菜パーティーの日になりました。私の大好きな患者さんがですね来てくださって、みんなでご飯を食べるんですけど、お惣菜をたくさん買ってきてくださったので、今日はそれをみんなで食べようと思います。菜の花のからし和え、きんぴられんこん、春巻き、そしてエビチリにハンバーグ、超合成、めちゃめちゃ幸せですこういうのは僕をなーにやはりじゃんちょっと待って僕は京都にいるとき、あれ月に何回ぐらいやってたっけ、週1ではやってたよね、そんなやってない、2週に1回ぐらいはやってたよね確実に。お惣菜パーティーと題してですね、京都にいるときは2週に1回ぐらい確実にやってたんですけど、今は月1ぐらいかな、子供ができて、まあ僕も料理に食べ物に気をつけるようになったので月1ぐらいで、たまにこういうのを実践してます。はい、たまにこういう日があってもいいんじゃないかなと思います。今日は以上。はい、お昼です。5日目か6日目ぐらいのお昼ですね。今日のお弁当はご飯、あと鶏肉と蒸し野菜、そしてですねカブと昆布のお漬物っていう感じですね。だいぶ走り回って私は職場に行きますので、お弁当の中がぐちゃぐちゃになってますけれども、とっても美味しそうなお弁当です。
今日お伝えしたいことはですね、無駄なものを買う必要はないんじゃないかなっていうのは私自身考えてます。無駄なものっていうと、まあ特に栄養価だったりとか、ビタミンミネラルっていうものがない、コンビニのお弁当だったりってことはものは私は基本的には無駄なものだと思ってるので、お腹が減った時とかには食べる時もありますけど、栄養を取る意味で、そういったものを買うことはまずないです。そういったものよりも、こんな形で、まあ、簡単ですけれども自分で作ったりとか、まあ、作ってもらうことがほとんどなんですけども、そんな形でやってたりしてます。あなたも無駄なものに無駄なお金を使うよりはこんな形で簡単に、安く、そして栄養価もたっぷり取っていくといいんじゃないかなと思います。はい、朝ですね、今日はお昼まで3時ぐらいまで、食べ物を食べれないので、ちょっとですね、豆乳とプロテインとかを取っていこうと思います。タンパク質不足に、私の食事もなりやすいので、プロテインとかをこんな形でちょっと多かったかなはい、入れていきます。このプロテインの味はどんな味かというとですね、草ですね、草草食ってるみたいな味します。あんまり美味しくはないんですけども、ヘンプ、朝の実っていうもので作られているものなので、すごくですね、タンパク質、ビタミン、ミネラル、いろんなものがバランスよく入ってて、そして体の中にも吸収できやすいっていう形でおすすめのプロテインになってます。味はおすすめはしません。まずいです。はい、そんな形が今日の朝になってます。珍しくちょっと食べてるっていうような感じですね。はいはい、お昼ですね。朝のうちに豆乳とプロテインをしっかり飲んでおいたので、今2時半ぐらいですけれども、体は全然大丈夫。ちょっとお腹が減ってきましたので、お昼ご飯ですね。またお弁当になってます。そろそろ本当はですね、玄米食べたいんですけど、子供がですね、食事をし始めましたので、玄米はちょっとお預けっていう感じになってます。玄米、野菜炒め、そしてこれ、ハンバーグですね。おから、豆で作ってくれたのかな。そんなものと、この前の漬物ですね。そんな感じで食べていってます。今日の夜はちょっと外食なので、どこまでお伝えできるかわかんないんですけども、外食の食べ方とかもちょっとお伝えしたいなと思いますので、お楽しみに。はい。はい、さすがにですね、懇親会の場で動画はなかなか撮れませんでしたので、ちょっとここでお話ししていこうと思います。私は今までずっとお酒たくさん飲んでたんですけれども、ファスティングを繰り返していくうちにですね、すごくお酒の周りが良くなってしまったので、もうお酒は飲んでません。月に1回だけ妻と飲んだりすることはありますが、それ以外はお酒は飲みません。お酒をやめたい方、減らしたい方っていうのはファスティングをすると便利ですが、すごく効果的ですが、お酒をずっとガブガブ飲みたい方はあまりファスティングはおすすめしません。で、食事はですね、なかなか取る時間が少なかったりとか、量が少なかったのでお腹がまだ空いてます。こんな時昔はですね、カップラーメンとか食べてたんですけども、さすがにカップ麺は最近は取らないようにしてます。でもちょっとですね、コンビニの誘惑に負けて抹茶ティラミス買ってしまいました。はい、この時間の抹茶ティラミスちょっと罪深いですが、まあ今日は頑張ったので自分へのご褒美としてこんなのも買ってみるのもたまにはいいんじゃないかなと思います。はい、たまにはですよ。はい、今日はお昼から仕事が結構しっかりやらないといけないので、お蕎麦屋さんに来てちょっと気合を入れようと思ってます。蕎麦屋さんに来ることって結構多いですね。蕎麦は変なものそんなに入ってないですし、まあ単純に僕が好きなのでよく蕎麦屋さんには来ます。はい、お昼はそんな感じ、久々の外食でした。お弁当なしです。はい、はい、今日はパスタですね。久々ですね、パスタはクリームパスタとポトフはめちゃめちゃおすすめ。野菜をたくさん取れていきます。今日はホワイトデー、ちょっと日にちが手前ですけれども、ホワイトデーなのでこの後ですね、ケーキみたいなのがあります。それも食べて今日はおしまいって感じでやっていこうと思います。はい、以上。はい、いかがだったでしょうか。1週間私の食生活見ていただいてですね、普段気をつけていることとしては、
私自身としては孫は優しいっていう食事、豆、ごま、わかめ、魚、椎茸、芋、野菜、そういったものをできるだけ取るようにするっていうところはやっぱり妻も私も気をつけてます。そしてタンパク質ですね、タンパク質の量、そこは少なくなりすぎないようにっていうことは注意してます。あとは楽しむことですね。食事は私は、楽しむことが一番ベストかなと思ってるので、あんまりストレスをためすぎず、時にはですね、アイスだったりとか、まあ明らかにこれ体に悪いだろうっていうのも取っていきます。毒も取っていくってことですね。そんな時はコツとしてはですね、誰かと半分こする、丸々全部1個は食べないっていうことが私の中でもマイルールになってたりしてますし、あとは定期的にですね、そういった加工食品だったりっていうところもゼロにはできないので、加工食品を減らすこともしてますけれども、そういったものもやっぱりゼロではないので、そういった時は月に3ヶ月とか4ヶ月に1回ぐらいのペースでファスティング、断食っていうことをやっていって、体の中の悪いものっていうところを外に出すようにしているっていう形ですね。食べたとしても出せばいいやっていう感覚が自分の中にあるので、あまりストレスをためずに、楽しく食事をとることができますので、あなたもそんな感じで気楽にやっていくのがいいんじゃないかなと思います。気をつけすぎたら疲れますし、それでストレスになったら意味ないですから、はい、食事は楽しみながら、こういったところだけはちょっと気をつけながら取っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでした。分かんないこととかご意見あれば、どしどしいただければと思いますのでお願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。はい、YouTube をご覧いただきありがとうございます。今 LINE アットにご登録いただくと、お食事であったり栄養の状態っていうところの無料カウンセリング、あとは初回の特別キャンペーン、そして最新情報、子供の情報もお届けしていこうと思います。はい、そんな情報がいっぱい入ってきますので、ぜひ下の概要欄から LINE アットの方ご登録いただければと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。